こんにちは、カオルンです。本日は小田和正さんの So Far So Good、 こちらの曲のギターコード徹底解説やっていきたいと思います。イエイ。この曲はですね、今回の春のね、NHK で結構なね、話題になりました。正直不動産という家を通したね、感動的な物語の主題歌となっております。山下智久さんが主演を務めておられます。本当にね、感動するね、物語になっている中で最後にね、この曲がね、スッと入ってくるのがね、もう涙をね、加速させるような素晴らしい曲となっています。やっていきましょう。今回もですね、初心者の方がね、ちょっとね、難しかったり、つまずきやすいところをね、中心にね、徹底解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧ください。ということで、まずは、イントロのフルから、行ってみよう。ということで A メロの解説をしていきます。まずはコード進行から見ていきましょう。 Em7 Am7 D G D on F シャープ Em7 A Am7 D、 この順番になります。ここでちょっとだけね、ポイントとしまして、気をつけなくちゃいけないコードが D on F シャープになります。このコードはですね、D とね、似てるんですけれども、ベースの音が違います。D の場合はですね、5弦と6弦をね、ミュートしております。こんな感じで弾きます。ただ、今回の D on F シャープの場合は、F シャープがね、ベース音になりますので、ベース音というのは低い音になります。今回ね、低い音っていうのは6弦になりますので、この6弦の2フラット、ここをね、親指で押さえることによって、ベース音の F シャープがなります。そして先ほどね、ミュートをしていた5弦ですね。ここはですね、開放で構いません。あとは D と同じように4から1弦は弾いてください。コード進行を練習するときはね、早く切り替えられるように意識をしてください。Em7、Am7、D。こんな感じで早くやってみてください。ただそのときはね、右手はね、ストロークは上から下に下ろすね、1回のみでいいですから、まずは左手をね、徹底的に練習してみてください。こんな感じになります。ストロークの方はですね、2種類ございます。基本的にはですね、1つ目のストロークがメインになりますが、2つ目の方はですね、真ん中の方に出てくるコード、G と D on F シャープ、今やったやつですね。ここの2つが2つ目のコードとして使っていきます。まず1つ目のストロークが、こんな感じになります。ゆっくり弾き方をね、解説していきますと、鳴らす、すかす、鳴らす、鳴らす、すかす、鳴らす、鳴らす、鳴らす。こんな感じになります。もう一回いきます。鳴らす、すかす、鳴らす、鳴らす、すかす、鳴らす、鳴らす、鳴らす。二つ目のストロークがこんな感じになります。ゆっくりね、弾いていきますと、鳴らす、すかす、鳴らす、鳴らす。これになります。この今のちょっと短いストロークをですね、G、そして D on F シャープでね、2回弾いてみてください。ストロークの練習をするときは、コード進行のね、練習とは逆で、左手のコードを押さえる方は、最初に出てくる Em7、こちらで固定でいいですから、まずは右手のね、ストロークの動きをとにかく練習するように頑張ってみてください。最後に左手のコード進行、そして右手のストロークをね、合わせて弾けるようになれば、イントロ完成でございます。それでは次に A メロのフル見ていきましょう。
さあ、A メロね、解説をしていきましょう。まずはね、コード進行ですね。コード進行の方は、ほぼほぼ同じね、コードの進み方がですね、2回続くだけなんですけれども、1回目と2回目でね、ちょっとだけ最後がね、違うので、そこを解説していきます。一つ目はですね、Am7、そしてね、C4D、こちらでね、終わるんですけれども、2週目の方はですね、Am7、C4D、ここまではね、同じなんですけど、最後にね、G コードが入ってきます。そして、ちょっとだけね、ポイントとなるコード解説が3つございます。一つ目がね、C4E になります。ほぼほぼね、このコード C コードとね、一緒なんですけれども、ベースが E になっています。よく出てくるね、C コードの場合は、6弦をね、親指で軽く触ってミュートをしています。ただ今回はね、E がベースになっています。C on E というね、コードになりますので、このね、ミュートをしていたね、6弦、こちらをね、解放して弾くようにしてください。二つ目にね、解説したいね、コードがですね、G on D コードというコードになります。こちらはですね、よく出てくる G コードとね、ほぼほぼ同じ内容になるんですけれども、ベースがね、D ということで、本来弾いてる5弦、6弦の G コードのね、この押さえてる部分、こちらはね、ベースが D になりますので、この5弦と6弦は親指でミュートをします。この5弦と6弦をね、ミュートすることによって、4弦が一番低い音になります。そしてこの一番低い音のね、開放弦がね、よくチューニングするときに出てくる D のコードになりますので、あとは小指のね、1弦を押さえまして弾くだけとなります。そして3つ目に解説したいコードが G on B コードになります。このね、G on B コード、ほぼほぼね、よく出てくる G コードと同じになるんですけれども、今回はね、B がベースになっていますので、この G コードの時に押さえている薬指の6弦、こちらをね、弾かないように親指でミュートをしてください。他のね、1から5弦は G コードとね、全く同じになりますので、あとはね、鳴らすだけです。そしてね、ストロークですね。ストロークの方は先ほどのイントロでね、紹介しました。2つのコードのうち、2つ目がね、メインとなっています。とにかくね、A メロのコード進行は切り替わりがね、とっても早いので、そこら辺をね、意識しながら練習するようにしてみてください。さあ次に B メロに行ってみましょう。フルカラー見ていこう。はい、 B メロのコード解説をやっていきます。まずはコード進行を見ていきましょう。 C メジャー7、 B マイナー7、Am7、G、C メジャー7、C マイナー、G、A マイナー、C。これになります。ポイントのね、コードは3つございます。まずね、C メジャー7ですね。こちらが中指は4弦の2フレットを押さえます。そして薬指が5弦の3フレットを押さえます。そして親指で6弦をミュートします。そしてね、次が Bm7 ですね。こちらがよく言われるね、正破コードって言われるコードで、人差し指をね、立てて全体的に押さえていくコードになるんですけれども、6弦はミュートしていくんですけれども、コードのね、ストロークっていうのはね、上から下に下ろすっていうのが基本になるので、この6弦はね、弾かないでね、鳴らさないですけど、このね、5弦っていうのからまずはね、鳴らしていくので、この5弦を担当しているのが人差し指になります。なので、こちらから押さえていきましょう。ちょっとね、難しい押さえ方になるんですけど、皆さんね、ぜひ人差し指からね、押さえられるように練習をしてみてください。そして C マイナーですね。こちらも正破コードなので同様に人差し指から押さえられるように頑張ってみてください。
ストロークはですね、イントロで出てきました。一つ目、二つ目のね、ストロークのうち一つ目をね、弾いていきますので、ぜひね、やってみてください。さあ、次にいよいよサビを見ていきましょう。まずはフルから、どうぞ。サビの解説をやっていきましょう。サビのコード進行をまずは見ていきます。Em7, Am7, D, G, D on F sharp, Em7, A, Am7, D, G, D on F sharp。 出てきたね、コードは今までとね、全く同じになりますのでね、できるかと思います。やってみてください。ストロークもですね、イントロで解説をしました。二つのストロークのうち、メインをね、一つ目のストロークとしてやっていますので、ぜひチェックしてみてください。さあ、次に C メロをね、見ていきましょう。まずはフルから、どうぞ。さあ、Cメロのコード解説やっていきます。まずはね、コード進行を見ていきます。Bm7、Em7、また Bm7、E on G シャープ、Am7、Bm、C、D、F、C on D。これになります。ちょっとね、ポイントとして解説したいコードが E on G シャープになります。このコードはですね、押さえるのは非常に簡単で、人差し指しか使いません。ただ、ミュートしなくちゃいけない弦が4、5、6弦のね、3つがあるので、親指でね、押さえられないんですよ。なので、弾くときはね、なるべく下の1、2、3弦をね、弾くように心がけてください。練習するとき、最初はね、4、5、6弦をね、弾いてしまいそうになるんですけれども、なるべく弾かないように、1、2、3弦をね、弾く意識をしてください。ストロークはですね、先ほどサビでね、紹介しました、イントロでもね、詳しく出ている2つのうち、1つ目をね、前半の方で弾いて、2つ目の方を後半の方で弾くという形になっています。さあ、最後にね、ちょっとしたね、ポイント解説を一つしていきます。今回ね、紹介した C メロまでのね、ところ以外で、最後のね、エンディングですね。こちらがね、4回同じのをね、繰り返すんですけれども、最後ね、4周目ですね、こちらを弾いた時の一番最後に出てくる D コード。この時はですね、なるべくね、終わりですよっていうのをね、強調させるために強くね、弾くようにしてみてください。なので、4周目をね、やってみると、こんな感じで強くね、ちょっとだけで長めに弾いてみてください。はい、ということで今回はですね、小田和正さんの So Far So Good のギターコード解説やっていきました。皆さんいかがだったでしょうか？全体的にコードもね、ストロークもそこまでね、難しくなくシンプルだったと思います。ちょっとだけね、マイナーなコードも出てきたんですけれども、そこはですね、基本的なところをね、ちょっとだけね、押さえ方を変えればね、できると思いますので、ぜひ皆さんね、挑戦してものにしてください。
ということで、今回もカオルの動画ご視聴いただきありがとうございました。ぜひね、皆さん、次の動画でまたお会いしましょう。バイバイ。